2階は山田ホームズの住まいについての資料や屋根材や床材などのサンプルが展示されているんですね。また打ち合わせスペースもありますので、ここで具体的にお家を形にしていく、そんな場所になっています。ぜひ皆さんも何か質問があったらどんどん聞いてみてください。さあ続いて寝室を見ていきましょう。なんと寝室にも小屋裏収納がありますよ。ちょっとした秘密基地みたいです。小屋裏収納の下には書斎スペースも確保されていて、シンプルですがとっても落ち着いていて過ごしやすそうです。またこの格子が和の感じを出していて、すごくいいアクセントになっています。実はこのスペースの下がリビングの上にあった小屋裏収納になっているんです。リビング、そしてその上の小屋裏収納、そして寝室と小屋裏収納と、空間を贅沢に使った4層構造になっているんです。